Knocked down, dragged down, from Louisville City soldiers marching to our anthem. Luckily, the lady is a bona fide.
れがゴーストペッパー？いかにも唐辛子のお化けって感じだし、あれじゃね？これいくついるんだっけ？あと5つ。2つ目。なんかこの唐辛子かわいくね？いやいや、でもお化けなんでしょ？別にそれ食べろとか言われてないっしょ。あ、そっか。よかった。こんなん食べるとか絶対無理無理。よっしゃ、これでな。お米だっけ？12個目。いや、3つ目だっけ。忘れんの早すぎ。もう唐辛子嫌いなんだから数えられるわけないじゃん。これで5つ。うわっ、やけどするかと思った。ほらね、唐辛子なんかろくなもんじゃないんだよ。
6つ目。なに？家具浮いてる？家具って浮くの？あいつらゴーストペッパー狙ってる。しつけの悪い家だな、もう。
みたい。燃やし尽くすとかどう？どんだけ辛いんだよ。恨みの力かも。これでちゃんと成仏できたのかな。考えない方がいいんじゃない。もしかしたら今度はお化けのお化けになって恨みを晴らしに。ああはいはい、そういうことにしとこう。何どうなってんの？なんか変な感じ。急に頭痛くなってきた。 HUD もバグってるし。じゃ、それめたいからダメだって。あ、やば。ごめんごめん。マリアンが気を失った場所って、私たちまで襲われたりしないかな。もう遅いでしょ。マリアンが気を失った場所って、私たちまで襲われたりしないかな。もう遅いでしょ。
なーに、あんたら。ここは、よそ者が来ていい場所じゃないんだけど。そんなのどこにも書いてなかったし。幽霊が出てきたり、森で迷ったりしたでしょ。勘が悪すぎない？言われてみれば。で、用件は？こっちは忙しいの。お金くれるってんなら、話くらいは聞いてあげるけど。マリアンに催眠術かけたのってあんた？かけた相手の名前なんかいちいち覚えてないよ。特徴は、銀髪ロングでジャージ姿、ものすごい腹筋で。ああ、あいつね。魔法かけたのは私だけど、お金もらってやったことだから。私に文句言うのはお門違いだよ。でも、なんであんたたちがそんなこと知ってんの？私たちがその魔法を解いたから。は？解いたらダメだった感じ？あの魔法に、どれだけお金かかったと思ってんの？希少でバカ高い異物を使う、特別なものだったのに。保証なんかしたせいで、自腹でかけ直さないとだし。だから嫌だったんだ。魔法かけるのやめたらいいんじゃない？人の仕事に口出ししないで。私は、あんたらと違ってプロなの。私たちだってプロだし、悪い奴らを殴ったり蹴ったりの。とっくみ合うこともあるね。生意気だな。で、あの女の魔法は、どうやって解いたわけ？殴ったり蹴ったり。とっくみ合いとかしたり。さっき言ったじゃん。やっぱり生意気。本気で迷惑。私が二人まとめて闇に葬ってあげる。私はね、今イライラして頭がガンガンしてるの。だから、あんたたちは黙ってやられな。迷惑ったらないよ。
諦めなよ。わかった、私の負け。降参するよ。あんた、いい動きするじゃん。ああいう魔法なら、私も使ってみたい。お金くれたら、教えてあげるけど。マジ？相応の額はいただくけどね。金欠だからやっぱ無理かも。だろうね。じゃあ。払えないお子様はさっさと失せな。こっちはいつまでも付き合ってられないの。待って、最後に一つだけ。なんでマリアンを操ってたの？さっき言った通り、私はお金もらったから引き受けただけ。かなりの大金だったね。じゃなくて、誰が何の目的で依頼したのかってこと。まあ、わかったよ。ちょっと昔の話からしないといけないな。私は魔法使いとして生まれた。父さんはできる手品師で、母さんは有能な占い師。二人は仕事を愛し、お互いを愛し合ってた。でもその愛もだんだん薄れていって、物足りなくなった二人は、特別な魔法を使ったんだ。んで、その9ヶ月後、私が生まれた。え、どういうこと？後で説明するから黙ってて。私は幼い頃から、二人の知識を詰め込まれて育った。4歳で一人前の魔女になって、6歳になる頃には生き物はみんな思いのままだった。ちょっと、それって黒魔術みたいなやつ？まさかあんた
あの山田とつるんでんじゃないでしょうね。いや、あんなのは魔法でもなんでもない。え、そうなの？でもある日、父さんのイリュージョンの度が過ぎて、二人揃ってこの世から消えちゃったんだ。そんなのってないよ。残された私は地獄に落ちることもできないし、孤児院に入るのもごめんだった。地獄は実在するよ、ちなみに。だからフラットアイアンズでポーションをあげたり、魔法を代行したりする商売を始めたんだ。待って、地獄が実在するってとこ詳しく。後にしてよ、今いいところなんだから。数年前、ガリガリのヤクザのガキがニヤつきながら店に来たんだ。喧嘩。自分の父親の自慢話をして偉そうにしてた。剣だね。全面的に資金提供するって言われたよ。それからは魔法を使うのにも調べ物をするのにもあいつらを利用させてもらった。金のためなら何でもお構いなしって感じ。女はうまく生き抜かないとね。マリアンをギャフンと言わせてやれって言われたのは一週間前のことだ。あの女はフラットアイアンズを嗅ぎ回って仕事の邪魔だったから引き受けた。記憶を消して自由に操れるようにしたんだ。誰かさんに解かれちゃったみたいだけど。でもあのヤクザたち、他の客に散々迷惑かけてるし、そろそろ取引解消しようかと思ってたところ。絶対それがいいって。これからは私たちに協力してよ。何がしたいわけ？町にのさばってるヤクザをはっ倒す。ああ、勘違いしないでよ。私はヤクザとか町がどうなろうが心底どうでもいいの。でもあんたたちがたまにうちの店に来てパーになった売り上げの穴を埋めてくれるってんなら協力してあげないこともないよ。優しいとこあるじゃん。なに、あんたも呪われたい？ひえ、ごめんなさい。帰るならこのエンブレム持って行きな。森から出られるよ。わあ、ピカピカだ。めっちゃ高そう。言っとくけど絶対売るなよ。それはヤクザが私たちみたいな取引相手にしか配ってないものだから。他にも魔女がいんの？いや、魔女は私だけ。聞いたことがあるのは食料係とかSNS 係のジョーちゃんがいることくらい。じゃ、どうもね。また来るよ。次はお金を忘れずにね。仲良しこよしで協力してあげるわけじゃないから。でもちょっとくらいは。ない。わかった、お金持ってくるって。エンブレムありがとう。
どうやって帰ろっか。あそこのキモい人のボートに乗せてもらうとか。いや、どうも。あんた何？妖怪的なやつ？言ってくれるじゃねえか。皮膚がなくたって感情はあるんだぞ。すんません。俺は渡し盛りだ。金さえくれりゃどこへでも連れてってやる。水の上だけでしょ。そりゃ当然だろうがよ。遠くに行きたくなったら来な。目的地までひとっ飛びだ。でもお高いんでしょ。タクシー代よりは安いぜ。良心的だろ。それにスマホの充電器も備え付けてあるし、座席の下には水筒だってある。ああはいはい、そうね。おい、こっちだ。また会えたってことは幸運だな。生きていた頃に会った奴らは全員忘れてしまったからな。もうすぐ船が出発するぞ。イカれたガキどもよ、さっさと船に乗れ。